東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのかその秘密を知りたい人は他にいますか6月に開催される麒麟杯の日本代表メンバーに。 バヒド・ハリル・ホジッチ監督が FC ソウルのミッドフィルダー高萩洋次郎をリストアップしていることがいつか、分かったブルガリアなどと対戦する同ハイで招集となればハリル体制では初めて高い創造性や技術に加え海外で強さも身につけた攻撃的ミッドフィルダーがハリルジャパンの新たな戦力となる天才肌の司令塔がハリルジャパンに初めて名を連ねる可能性が高まった 昨年6月から K リームの FC ソウルに所属する高萩に対して、ハリル・ホジッチ監督は以前からプレーをチェック。現在もトップ下などで、不動の地位を築くことから評価を高めており、関係者によると、ブルガリアなどと2試合を戦うキリン杯のメンバーにリストアップされているという。12から13年と広島の連覇に貢献した高萩は、15年1月にオーストラリアのウェスタン・シドニーに完全移籍。その後 同年6月に FC ソウルに移籍し、韓国杯では MVP に輝き、優勝の原動力となった。持ち前のパッセンスと技術に加え、かつて J リーグでも活躍したチェ・ヨン・ス監督の厳しい練習で鍛え上げられ、フィジカルや球際の強さが格段にアップ。今年の ACL では広島と対戦し、古巣の選手たちは、かつてのチームメートの変貌ぶりに驚かされた。デュエルの部分で成長を遂げた高萩について、 ハリル・ホジッチ監督は3月にも守備でボールを奪うところや組み立てでも存在感を発揮している運動量やプレーの量も興味深いと注目していることを明かしている前日に視察した ACL1 次リーグ広島 FC ソウル戦は消化試合だったため遠征メンバーから外れた高萩を実際に見ることはできなかっただが18日に第1戦がある ACL ラウンド16で裏は FC ソウル戦が組まれたことから 再び視察に赴く可能性は高く、その一戦は13年7月の東アジア杯以来となる代表復帰の最終チェックにもなる。今回のキリン杯は、ワールド杯アジア最終予選前では、最後となるテストの舞台。ホンダや岡崎らと同世代の29歳が、ハリルジャパンの秘密兵器となるかもしれない。サポーターの声、もうホンダ世代ではなく、岡崎世代って呼ばれるんだな。前は、結局。 ホンダの代わりになれないプレーだったけど、成長してることを期待最後のチャンスだろうね。国際試合では匠さより強さです。いいと思います。トップかそんなにいらないでしょ。ボランチとかできればいいけどどうなの選出されたら頑張ってほしい。同じ岩き市民として素直に応援するぞ。ソウル FC で活躍、しかも MVP ってことは、実力もさることながら、メンタル面でかなり強い気がする。今までの日本代表とは、 また違った攻撃パターンが増えることを期待したいな香川や清武と競わせたらいいと思います固定概念にとらわれず良い選手は年齢問わず呼んで使ってみるべきオーストラリアや韓国に行ってから球際をはじめとして戦うサッカーを体得したみたいだね広島時代の見せる技術が何ら色あせてなければその成長ぶりに期待できそうだね